一斉奏者いけー。タイカ桜井です。そしてヤコです。世界の竹山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、はい、本日3月10日でございます。はいはい、はい、というと逆転サイバーフェスタもやってるんですが、はい、新ガチャホワイトデーガチャイケメンセブンティーン、なんと17歳。17歳じゃないです。みんな17歳は嫌です。17歳ガチャ、やばい、すごい嫌です。というわけで、まあ、17年度ということでね、はい、来ました。はい、こちらですね、イケメンキャラがピックアップ、お、はい、出現率アップアップって書いてありますね。なるほど、はい、アギラ、カルラ、ウル、アエーシェ、マデネブ、ランリョウ、ブレスド、ソーディアン、ギルタブルル、アマデウス、ニクスの、キャラがピックアップされております。みんなイケメン、イケメンですね。イケメン、これはこんなかったら誰が好きかな。やっぱりランリョウかな。ランリョウやっぱり。なるほど。ちなみにこれカルラって顔隠れてますよね。そうですね。カルラ、うん、絶対イケメン、マスク男子ですよね、うん、まあ俺はギルタブルルだけど。あー、ギルタブルかー、ギルタブルかっこいい。似てるもんな、似てないよ。やめろや、似てるよ。悪そう。そしてですね、はい、ビンゴ月でございます、はい、このビンゴでですね、ゼノーアガタに入ります。ちょっと、はい、危なくないですかそれ。ゼノー真のイケメンが来ましたね。ゼノー、とりあえず、魔属性で、出てくるんですけど、SD、はいはいはい、はい、10日があります。3種類、おー、はい、で、これで3属性に分かれていく、うん、はい、もう、こうどっからどう見ても魔、魔だね、魔ですね、明らか魔ですね、明らかに悪い魔なのに神なんですね、うん、はい、後ろにいるやつこれ、はい、超なんか悪そうです、悪そうね。でも、まあ神なんで、ちょっと背景が神ですからね、うん、これね、こちら、1000のカウントヒット、はい、これはイクシラと同じ、イクシラさんですね、一緒だね、スキルまで、ね、はい、そしてコンボスキルがオルス、アマテラス、ブリス、ね、ですね、はい、なんか強いのが2個入っちゃったみたいな、うん、なんか渡してますよね、さらっと渡してますよね。ですよね。なんで、まあ基本的にはまあ3枚以上返したりしない限りはこっちの方が強いのかな、イクシラより。うん、うん、うん、多分2000ちょっとぐらいは出るはずなんで大体、うん、やばいっす、こいつ壊れっす。うん、エクシラがね、壊れないんですよ。うん、そう、エクシラやばい、はい、なんでエクシラ2枚入れられるってなるとやっべーす。これだいぶ強いですね。やっべー、そしてケモ使いも珍しいんですね。ケモ使なのもいいよね。キリンでさえケモ使じゃなかったんだからね。そうだよ、厳重だった、厳重だった。そしてこちら魔、はい、山ですね、はい、まあ、首痛いんでしょうね。首痛い系なしですね、でしょうね、君じゃん。さあ、ということでですね、600の毒、はい、うん、に、ささやき 1.3 のやつ、はい、まあ、ね、隙がない。これはルードとベルフェゴールの合体版、息子みたいな、本当はささやきガクトって言ったささやきガクトだよ。ささやきガクト、はい、超強いよ。まあ本当、うん、火の打ち所がないと。ないですね、ないですね、はい、そして竜、はい、はい、こちらが1枚ちょうどひっくり返せれます。で、通常攻撃が2倍、はいはいはい、そしてコンボスキルが何でも 1.6 倍、ということでリンクがないので何でも入るよと。影みっちゃんですよね、これ。影みっちゃんともしかして攻撃力も一緒じゃないかな、これ。3300だもんね、なんか影みっちゃんって、うん、そっか、なんかパッと見、うん、大体そうです。大体そんなもんですよ、ね。大体そんなもんですよね。3300だっけ？乱量込みとかじゃん。乱量込みだって4000超えますね。4000だったか。じゃあ同じかな。なるほどです。みっちゃんですね。なんかさ、はい、わーって言う方、なんか言えなくない、強すぎて。まあわかる。ドン引き、ドン引き。普通にさ、ドン引きする強さしてるからさ、全部。これとこれ組み合わせが強いよね。そう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 。まあ、明らかに強い、うん、明らかに強いスキル、コンボスキルをさ増やしてるからさ、おうって感じ。そう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 、おう強いな。そうですね、はい、なんかおうって言えないんだよね。ですなんか分かります。強すぎっす。強いよな、それ。強すぎっす、これ。でも影術とかやっぱ角とかに置いた時にコンボスキルが使えるから2枚ちょうどっていう条件があったんですが、倍率下がる代わりに何でも発動しますよということで、うんうん、はい、非常に汎用性の高い駒となっております。3枚ともね、はい、はい、絶対活躍してくれるね。絶対活躍してくれますね。ということでですね、私ゼノアを狙ってガチャしたいと思います。絶対もらえるからね。ビンゴさえ揃えばゼノア狙いのガチャをしたいと思います。なるほど。もうね、
いや、玉取りもやっとこう。あ、ちょっと待って、ガチャの前に、はい、まだまだお知らせがいい。そうだ、ちょっとなんかゼノマが強すぎてさ、なんか引き込まれましたから早く欲しいぞゼノマ。そうなんですよ。はい、ちょっとですね、オセロニアの宴、はい、はいはい、こちらも、なんと日本横断編開催決定しました。やったー。はい、はい、ということでですね、このようなスケジュールとなっております。はい、8日、4月8日名古屋、まあ、読んでください。はい、こういう感じになっております。こちらですね、まあ、名古屋、博多、札幌、大阪、仙台、うん、こう、あ、こういきますね。はい、ですね、まあ、様々な、ね、イベント内容、はい、はい、がありまして、はい、ファミツーアップスターズ、タイガー、桜井&ミヤボーいます。お願いしていただきます。はい、あとはね、チューニングさん、味噌汁さん、はい、高橋祐介さん、はい、ごはんさんと、はい、はい、います。してまあザキヤマさんもあるねーな。ザキヤマさんひょっとしたらいるかもしれない。ひょっとしたらなんか端っこで座ってくる。そう、カタカタしてる人がいたら、はい、ですね、怪しいですね。はい、はい、な、ということでですね、今までやっぱあの東京ばっかだったとは思うんですけど、うん、そうだね、東京、大阪、あれとかね、大阪、そうですね、はい、各地回りますので、はい、ぜひ来てください。来てください。僕らもね、もう本当各地の方と会えるの楽しみにしてます。はい、ひつまぶしも楽しみだし、限定的ですね。最初とりあえずひつまぶし食って始まるのか。食って始めるね。いいんだよ。はい、そしてちょっとね、はい、頂上杯がやってますね。おー、はい、来ましたね。頂上杯コロシアムマスタークラスの方限定なんですけれども、はいはい、これって2回目だよね。3回目かな。いや、もっとやってると思う。3回目かな。うん、3回目の開催ですね。ですね、マスタークラスの、ね、人口もどんどん増えてきてますので、はい、こちら、腕試しを兼ねて、はい、ぜひ挑戦してみましょう。はい、これでまあ200勝っていう結構鬼畜な数。いや、でも最初300でしたから。そうですね。はい、なんですけれども、一応下がってはい、ルクセリオン手に入りますので、ぜひね、はい、ルクセリオンって実はこのね、スキル3まで上がるからね。うん、今回期間はどんぐらいなの？22日まででしたね。なるほどなるほど。10日ぐらい。2週間ぐらいかな。2週、そうだね、2週間。大体そのぐらいですね。うん、はい、そう、1.5 倍だから、カードバフ。すごい。置いたら最強です。置いたら勝ち。置いたらね、うん、ね、貸し隠れ置けると思う。いやでもマジ捨てやばいから。うん、まあ確かに。めっちゃ高いですからね、捨て。ナンバーワン。ナンバーワンですから。はい。して、こちらスウィングブロストファイの前哨戦ですね。はい。が、ただいまやっております。ちょっとね、こちらにもね、後で挑戦してみようかと、うん、はい、はい、思います。結構ね、今回龍パが多そうなので。龍って事故率も高ければ、うん、分回れば何でも勝てるし、間違いない、はい、非常にね、大荒れの今回カプセルになると思います。さあ、ということでですね、引きますか。お願いします。お願いします。ゼノア、ゼノア狙い、はい、まずじゃあ単発のゲームね。まあここで何かの間違いでゼノア出るかもしれないかな。マジ何かの間違いで、それはちょっと熱いっすね。この動画使えなかった。まあでもね、やっぱイケメンがね、出会ってなってるとは思いますんで、うん、おお、いや、美少女じゃないですか。美少女来ましたね。オンディーネって結構さ、うん、はい、おでこ広いね。おでこか。おでこか。広くない？すごい広いよ、多分オンディーネ。いいね。ホントだ、うん、おでこ注目したの俺初めて。初めて思ったんですけど。はい、おっ、ゼノア来た。レインボーロック来たよ。いやー、イケメン来るんじゃないですか。イケメン、さあ、おぉ、 S 何が欲しいかな。おっ、すげえ、やべえな。S 何が欲しいか。おぉ、イケメン、やばい。何両もですか。イケメンばっかじゃないですか、マジで。神引きだろ。やばい、イケメンばっかり。神引き。でもちょっと嬉しいかもしれない。10日作ってないんですよね。あ、そうなんですか。うん、これはイケメンばっかり。出ますね。出ますね。うん、まあいいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。まあ対象3体目だって感じですね。そうですね、うん、素晴らしい引きじゃん。
つば引きだよね。うん、つば引きっすね。ビンゴ、これもう本当にビンゴの埋まる速度が大事だから今角を取ったので真ん中来てほしいから、ね、真ん中来れば、ね、真ん中ではちょっと安心。熱いっすよ、ね、おお出るじゃん。出ますね。出ますね。おお待って、すげえ出れる。これババゾロさんに今から電話していやマジデレブ欲しいなって言います。そう言いたいよね。言いたい。ババゾロさん竜めっちゃ強い。そう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 。でもデレブがもう毎回あの交換しようかな交換しようかな。確かに確かに。でこちらね、X もニクスも出てますね。おおいけない。対象そう今ね実はねリーチなんです。リーチだね。リーチってますね。リーチ熱いよ。じゃあ7分の1で7分の1くる。これ時々さなんか2個埋まるとかあるし、あーてれんてれんラッキーみたいな。さあこれは S っぽい。 S なしっぽい。 S なしっぽい。 S なしっぽい。あ、ほんとだ。ほんとだ。お、ギルタブルル。お、イケメン。ブレストソーディアン。それ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 、右下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 。お、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 あ惜しい。こんなにビンゴで盛り上がってる早く出るとね、確かにね、すぐ手に入りますからね、はい、対象お二人出てますね、はい、はい、次無料ここで、あ、ここではでも結局無料分もあるから、うん、うんうんうん。あと2ビンゴチャンス。そうですね、ビンゴチャンスあと2回。いやでも出ますね、やっぱりデレブ乱量あたりは本当にあの始めたばかりの方だとマジで、うんうん、いるといないと結構違うと思うので、確かに、ね、逆にその結構引き時かもしれませんね。本当に出ますね。お、イケメン、まあ、ある意味イケメンですよ。ある意味イケメンですよ。ただ女 A 社もあったら出ます。10日すればまあでもラストある。1、2、3、5分の3、60% ビンゴ。そんなん引けるに決まってんだろ。引けるっしょ、60% ぐらい。引けるに。さすがに。いや、振りっすか、それ。いや、60% 引けないやつ、それができないよ。できない、できない。できない、できない。んなんだってね、60% だよ。そうだよ。100% と一緒。それは違うか、違う気がするけど。スキルフェアリー 60% って結構怪しくないですか。いや、絶対外れるぞ。それは絶対外れる。それは外す。スキルフェアリー外す。怖いわ。お、乱量乱量乱量。おお。乱量と、あとアマデウス。アマデウス出てましたね。意味ないんだよね。そう、ひどくない？ひどいと思う。はい、ということで、次ははい、どっちが引きますか。じゃあ僕いきます。宮尾引きます。お願いします。はい、はいはい、ということで、はい、ミヤボーさん、はい、ちょうどね星野だけの201個お持ちで、はい、今回はゼノアを揃えてくれるんでしょうか。揃えることは不可能です。なるほどなるほど。リンゴを揃えることはできるけど、リンゴを揃えることできると全てを揃えることは不可能。不可能わかりました。どうぞ。すいません僕整理します。はい、どうぞ。えい、はい、まずタンドリ。タンバゾリも調子いいんだよね。さあ俺はね、そうタンバゾリもさ、なんか集中してやつ出ない。なんかわかる、わかる。なんか2、3週間あってさ、全然ねえじゃんって思ってたら、なんか1日に3つとかポンポンって出たりして、それやばいっすよ。でもビクトリーだと思ったのか。マジそこまで、すげえな。びっくりした。びっくりしたね。うん、びっくりした。セレニア。セレニアさん、はい、セレニア、うん、はい、ここから本番。僕はね、ラドラに逆色するから。ラドラ、ラドラ、ラドラ欲しい。うん、ラドラ持ってない。お、ほらイケメン確定来ましたね。イケメン確定のゴールド。イケメンはいらねえ。なんかラドラのセリフで、これがラドラエリュージョンって、ラドラエリュージョンって何やってるのか聞くために思うんですよ。どれだって、あの、おおおおおえ、ラドラエリュージョンじゃないですか。ラドラ来い。どあーサグース
戦場。まさか、まさか、まさか。おお。あ、真ん中した。し、三つ三つ。三つ。三つだね。負けない三つ。やったぜ。よし、行きまーす。続いて続いて。まあ今ね、ギルタブルール出てましたから。あー、枠ですね。やっぱね、イケメンやっぱ出やすいんだろうな。はい、おー、レイモン、ラドラチャンス。やったぜ、ラドラ。ラドラはチャンスじゃない。ラドラでそのなんすか、イケメンはいらねえ。ラドラ、おー、なんか今日やばいっすね、みんな。よし、出ますね。ラドラ、おー、惜しい真ん中。あー、リーチ。いや、怪しい。結構今イケメン出ましたよね。出てましたね。3つ。星のかけら33でもう6個。やばい、6個儲かってる。今じゃ94個使ってるけどね。期待値上がってる。あ、おい、アマディオス2人いたよね、並んでたね。イケメンはいいんだよ。はい。マジイケメンガチャクロード入れてほしかったわ。あー、マジでクロード入れてほしかった。クロードとアバドン入れてほしかった。アバドンもいいね。おー、さあ、ギルタブル、ギルタブル、ギルタブル、ダラマ。え、やばい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 、イケメン、ラドラ、ラドラ、お、イケメン、おー、すげー、イケメン、やばい。え、これやばい、てか対象がすごい出てる。あそこ関係ないとこ来たね。え、すごいっすね、今の。やっべー、今の。ちょ、もう一回見てみる。あ、ちょ、待って、ビンゴ調子悪い、マジで。はいはいはい。これやばいでしょ、これ。これすごいですね。大丈夫、大島、大島、アギラ、乱量、乱量だって。やべー、実はスケルマじゃないからね。うん、あんまりしてあげて。うん、そのままにするわ、うん、こやつ。こやつ。よし、僕今2ケスケルマにしたよ、ついに。お、マジっすか。5倍だぞ、5倍。強い。強い。決まれば。決まれば。来い、さすがにね。もうだって1,2,3,4,5,6枚出てるんですよね、30連でね。なんかそういうなんかあれですね、海の上で泣いてる少女がいますよね。震えなかったよ。ラドラ、イケメン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 、おーい、頼む、これで決まってくれ。でも今回対象めっちゃ出る。めっちゃ出る。うわー、これ、あれですよ、これです。これ、なんかありません、そのなんかスロットとかで、僕、あんまよくわからないですけど、この、いくいくっつったら、あっていかないって。あー、なるほどね。じらされるタイプ。そう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 。これ、テトリスだったら積みの形ですから。終わってるっつね、消してないからね、あそこ。待ってよ、これイケメンじゃねえんだよな。そう、まだまだ。でも次だって今何分の1だった。こうでしょ、今5分の1、2、5分の2。結構きつい。40%か。40%引ける気がするわ、俺。結構逆に俺が 60% 外したでしょ、つまりそれ 40%。 なるほど、俺じゃ喋らないでくれ。あれだあれだあれだ。ラドラ、やばい、クスめっちゃ出る。 すごいな。おお、イケメン、イケメン出るね。やばい、やばい、出るね。出ますね。さあ、おお、すごい、やったー。これなんか2つね、くれてもいいと思うんですけどね。そうなんですよね。ガン、ダメダメ、甘くない、甘くない、甘くないですよ。おめでとうございます。ありがとうございます。ゲットできました。いや、よかったです。ということで、じゃあザキヤマさん、いきます。はい、行ってきます。はい、はい、ということで、はい、ザキヤマさん、はい、行ってきます。はい、はい、単発行きます。お願いします。お願いします。狙いはエルザ。エルザ、エルザもね、エルザちゃんも僕まで持ってなかったんですよ、うん、よく考えたら。実は俺もエルザ 1.9 倍ですから。結構やばい。コンボ付きも 1.9 倍ですから、すごいよ、すごい、うん、おお、やべえ、おお、イケメン枠。いや、これイケメン枠に入ってますか。多少じゃない、多少じゃない。イケメンじゃない。いや、でもね、やっぱ今今後の10日に最も期待されている男ですから。やばい、もうね、はい、いや、もう間違いなく強くなります。やっば、うん、いや、もうそれに出るな。今一番期待値の高い男、オーディン。そうそう、期待値は高い。期待値は高い、間違いない。だってオーディンだよ。いや、オーディンだから弱いわけない。やっぱオーラ持ちのね、出したらコインブリスみたいなね。
やばいの期待したら、これ別にスキル2つ持ってるから出してもいいし、そうそうそう持っててもいいし、やべみたいなのがいいな。最強強いね、新スキルじゃん。それはしかもレインボー入ってたね。おお、なんか今日すごいってさあ、オーディンに似たいかな。おっ、大将大将大将、これは出れる。完全ね、やばいじゃんこれ。今回すごい、なんか絶対持ってない人あれじゃん、今だ、ね、嬉しいじゃん、ね、今ですね。いや、これはだって安いことないよ。え、だってこれあの3体が、そうですよね。そう、このいや、俺デデメの欲しい人特に置いとくんだよね。だね、そう、いるいない全然違うからね。カルダさんな、顔隠れてるからな。うん、わからない、強いんだな。絶対イケメン、いや、まあ絶対イケメンだと思いますけど、カルダも強いしね。そうそうそう、ブンブン、さすがにもうね、よし、ブンね、いいね、いいね。赤ちゃんいる、赤ちゃん。もう在庫引いたよ。あ、在庫ね、確かに。なるほど。さすがに。さすがにな、みんな引いてるからね。引いた。うん、いくらなんでも。ほらほらほら。ドラゴンオーリアいるよ、これ。ドラゴンオーリア。ドラゴンオーリアイケメンだから。あ、でも突撃と。お、ドラゴンオーリア。お、いたいた、これ、これ、これ。やべえ、夢入る。最後に引いたよ。あ、また来た。おー、熱い。熱い、勝ち格。これは勝ち格。え、ちゅうか、これは勝ち格。どうしますか、イケメン。あ、いた、ギルダブルルがいた。いましたね。ギルダブルルとドラゴンオーリアがいます。ルージンのルドラゴンオーリア、なんですかね、この味ありますよね、ドラゴンオーリア。ドラゴンオーリア味あるんですよ。マドエとさ、あの立ち絵がさ、なんか予想と違うんだよね。違う違う違う、こんなやつだまさかこんなやつと思わないね。よく見るし、そんな音がした。あれ、そう思った、来るんじゃないですか。来ましたね。おいー、おー、太郎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 、さあ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 、7分1、7分1しまうか。おっす、おー、やばっ、完璧、これは引き強い。ストレートはやばい、ストレート、え、これ爆発い。え、いいな。はいはい、じゃあここらで、ここらで撤退しておきます。はい、ゼノはね、はい、ということでですね、お見事ゼノアをゲットしたということで、はい、ちなみに何属性にしますか。でも竜じゃない、マカマネって多分いいんだろうな。本当あれ迷うんですよ。全部強い、全部強い。僕神にします。うん、はい、僕マ、うん、じゃあ僕竜。あまりなかなか決められないですね。決められないです、なかなかね、難しい。ということで、ちょっと前哨戦に潜入してみますか。はい、はい、ということで、前哨戦ですね。ミニアボーが潜入します、今回。はい、潜入班です。潜入班に基本ですね。はい、行きます。はい、君は何のデッキを使うんだよ。はい、こっち、こっちもありだと思うよ。まあ本当今回竜が強そう。そうそう、竜が強そうだから。でも、そうですね、もうその竜をぶち倒すための、そうです、はい、ルキアリーだ。そう、ルキアリー最低。あんた最低、すぐルキアリー出しちゃうから。ということで、はい、います。そうですね、ルキアされたらね、困るでしょう、銃の皆さん困るでしょう、ルキアされたら。平安リーダーの方もね、多いんじゃないかなとね、思うんですけどね。まあいずれにしても、まあルキアがね、初手で炸裂できれば、そうそうそう、ルキア見えてるとさ、もう初手置くしかないんだよ。おお、あー、これはあれですね、あんまり刺さらない、刺さんだよ。フルカスも置けた感じ多いっすね。そうっすね、そうだ、これでフルカス、あ、でもそっか、これ置いたらフルカスが初手で置けなくなる。そうっすね、でもそこまで効果ないっすよ、これ。そうですね、多分。まあとりあえずリーダー見えてくれ、よろしくお願いします。すげえ泣いてる。嘘でしょ、そんなことなの、これ。そんなこと言ってる。覚えてきた、覚えてきた。よろしくお願いします。これそうだよ、このスタンプそうだよ。あ、そうなんだ。よろしくお願いします、よろしくお願いしまーすって言ってるの。実は折り、そっか、今スタンプでダメージ全く見えなかったよ。今800でしたね。800、まあ多分ベッドさんの可能性が濃厚。俺この形ね、うん、いや、ダメージ受けないのが大事、こういうのは。でもこれでまあ古川さんのね、あの普通の攻撃を返せると考えると、そうですね、ここでイベットとか置けたらね、最高だったね。最高だった。おお、もっとビビってる、ビビってる。いや、でもどの位置ですか。おや、ビビってる、ビビってる。いや、こっちも引けばいいんだよ。
こっちも引けばいい。アズリア入ってるんで。ほら。おお、キャスター、キャスター。ほらな。封印チャンス？いや。次封印できるかな。そうですね。うん。封印でもいいよと。うん。ヘイヘイヘイ。フルカス来いよ。いや、やだな、痛いの痛いけど、でも2ターン遅延できてるの結構でかいんじゃないの。そうですね、これで結構火ダメ自体は減ってるはずですよ、うん、そっちか、そっちか。まあね、斜めに置かれると、あ、でもそこか、結構きますね。そっかそっか、斜めに。あ、でも強化マス踏めます。それな、いや、もう強化マス踏めます。いけ、おお、えいよ、強い強い。そろそろアズを鍛えですね。いや、今アズリエルでよかったな、うんうん、ぶっちゃけ、ぶっちゃけ、ぶっちゃけましたね、うん、ぶっちゃけちゃうと今のアズリエル。誰もがそう思った思ったあれアズじゃないんだってね。そう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 、アズだったね今完全。ちょっとね、やっぱ HP がね、お互い低いので800か、結構アズの毒が排切る前に終わっちゃったりするともったいないんですよね、うん、もったいないもったいない、はい、もったいない。まあやばい、本当にアズだったな、ミスったなミスだったな。攻めようかな。まあまあ、そこもありっちゃありですね。うん、カード取ろうとしたらアズの餌食ですからね。ドーンだぞ、はい、ドーンだぞ、ドーンだぞ、ドーンだぞ。これこれはこれ仕掛けてきづらいですよね。そうですね、まあ、ちょっと一回回すし、左下あたりで回すしかないのかなって。ほらほら、回せ回せ。攻めがありにくいですね、かなり。ただミーアーボーンもマステマ使ったんで、そうなんですよね、ミッシャー不在、不在マン、不在マンですね。ただあっちも S2 つ使ってるんで、そうですね、あと1個なんか来る可能性は、まあ一番怪しいので、いきなりですね。ああそう、メイちゃん、メイちゃん、まあこれ最悪次テラナイトで耐久試みるですね、うん、フィニッシャーいけなかった。いきなり、これいきなり来るとちょっと3000くらいまで下げられるんですかね、うん、やっぱりやめて、やめて、今回ね、いきなり多いですよ、たぶん。おっと、これはこれはえぐいな、えぐいな、これはえぐいっすね。なるほど、エグローシア、エグローシアっすね。一回か、もう手がないのかな。そうですね、1300、1400か、持ってかれますね。いや、この局面でこの回復は痛いですね。しっかり対策してますね。ですね、こっちの方もすごいよく練られてますね、天気。誰じゃお前、750。誰、まあでも 40% 下がってるんで A なんじゃないですか。うん、うんうん、3枚返し見えますよ。いや待てよ、なるほど。おお、やっぱあれ食らうとね、食らうともう厳しいですか、ね、終わりかなって思ったんでフィニッシャー欲しいっすね。何か言います、いないかもしれない。まあでも相手のコンボスキルもないんで。そうっすね、ああ、いいっす。あ、でもよかったですね、じゃないですね。でもここでね、イキアリが飛んでくる可能性あるんですよね、次。そうっすね、イキアリ怖いっすね、イキアリマジで怖い。で多分ここでギリギリイキアリを耐えられる。いやでもコンボされると、あ、コンボないのか。そうですね、あのベルトクリスマスだったらマジで危なかったですね、まあ、こいつが返されなきゃ、ダークハウスに返されなきゃったらいきます、これ耐えて。あ、イキアリ、あ、来た、イキアリ来たけど耐えた、うし、いや、行きましたねただいや、待って待って、ワンワンしてるじゃん。お、勝ったわ、勝ったわ、勝ちました、勝ちました。待って待って、いや待って、これ、だってそこならいけるか、あ、そこだったら、はい、強すぎる、いやー、危ねー、いや、接戦でしたね、いや接戦だった、いや、やっぱり強いですね、うん、やっぱ、意義あり環境だわ、これ相手方8000じゃんねぇ、すよっということで、こんな感じのデッキでね、やろうと思います。僕は一応アズトップの竜で、はい、アズ竜でいこう。アズ竜、はい、アズ竜、
アズリュですよ、やっぱりアズリュエルですか、うん、やっぱ先行高校ね、対策、うん、なんか竜ミラーだと絶対高校強いじゃないですか。そうなんですよね、はい、なんで、まあ、そこをやっぱルキア入れてカバーしていこうかなみたいな感じに考えております。はい、はい、というわけでいかがでしたでしょうか。はい、いつものようにこの辺に PC からご覧のチャンネル登録のボタンがあると思いますので、よろしければご登録お願いします。お願いします。スマートフォンからご覧の方は画面下概要欄の方からよろしければご登録お願いします。お願いします。はい、ツアプリご覧の方やっております。そちらの方でしか見えない動画や生放送やっておりますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ、バイバイ。ゼノア。